大阪府選手救命救急センターは大阪府泉佐野市にある三次救急医療機関。前身は大阪府立救命救急センター条例によって設置された府立の救命救急センターで平成25年4月1日をもって大阪府より地方独立行政法人林空総合医療センターへ移管され府立の看板が外れた。本センターと 林空総合医療センター及び林空総合医療センター感染症センターの施設群により林空総合医療センターを形成する。泉市、高石市市政の8市4町で構成される先週二次医療圏の災害拠点病院に指定されており d マットチームを有する。大阪府先週救命救急センターは関西国際空港近隣に位置し大阪府南部の先週地域を 医療権とした救命救急センターである。いわゆる ER 型救命救急センターと異なり、各専門家に依存することなく、患者受け入れから診断、根本的治療を一貫して、センター内で完結する自己完結型独立型救命救急センターである。このため救急車以外でのラインや一般の外来診療は受け付けていない。 対応疾患は3次救急対応を必要とする症例のみで、年間救急搬送症例は約840件。外飲、内飲性疾患など多彩な重症症例を扱っているが、中でも外科系疾患が多く、年間の平均手術件数は約420件である。特に本センターでは外傷診療に力を入れていることもあり、 重症手発外症症例の割合が多いのが特徴で JATEC に基づいた外症診療を行っている。外症診療を最も得意とし、地域の外症センターとしての機能を果たしている。診療病床数は ICU12 床、白18床を含めた30床である。ありがとうございます。